はい、ティーズプレイランドのティーです。今回はモッテキーナ止水点パート3ということで、パート1、パート2と同日に撮影しているので、そちらも合わせてご覧ください。まずはホロライブの宝生マリンから。これで爪を持ち上げてちょっと深めに跳ねてくる。ああ、そうしたか。あるんだ。突然ですが、皆さんだったら次はどこを狙いますか？一旦これで深めにはめて、はい、じゃあ、コス制限2本で2本目も行っていきたいと思います。このくらい。一旦こう立てて、これで立つと思うんだけど、で、グイッときて、はい、バー停止して、はい、お、やばい、それはやばい、それはやめて、それはやめて、まあいいや、さすがにこれで。で、次は全力造形のパンダゴリラモードですね。これで、なんか、でも動くね、いける。これもいけるわ。
はい、ティーズルームへようこそ。以前撮っていたヒロアカのウォールアートコレクションなんですけど、まだ一応デクが揃ってなくてコンプできてなかったんですよね。それで、まあ実店舗はもうほとんどなくなっちゃったので、実店舗で1個撮って、あとオンクレで2つ撮ったんで、これでなんとかコンプしたいと思います。それで開封していきたいと思います。で今のところ、爆豪が2つで、で、お茶子1つの、しがらき1つ、ダビ2つ、で、トガちゃん1つ。で、デクだけ出てないんですけど、もうちょっとそろそろ、揃ってほしいんですけど、とりあえず開封していきたいと思います。じゃあ開けてきます。これが実店舗で撮ったやつですね。これが実店舗のは結構テープがしっかりと貼ってあります。で、はい、では開けてきます。デク来い。せーの、じゃん。ん？ああ、しがらきですね。しがらきが2個目です。2個目のしがらき。はい、じゃあ次。次、これがオンクレで撮ったやつなんで、テープが1箇所。はい、じゃあ行きまーす。はい、じゃあ行きます。はい、はい、あ、よし、デク、デクでした。やっと揃った。やっとコンプできました。デクでした。よし、じゃあこれでもう揃いました全部。はい、これでデクが揃ったんで、6種類。はい、全部揃いました。じゃあ最後なんだろうこれ。これ最後トガちゃんだといいんだけど、ここのトガちゃんかお茶子あたりが出てくれると。いいかなと思います。最後じゃあ消化試合開けていきます。なんだトガちゃん来い。あー、お茶子、あー、お茶子だけど、まあいいか。まあいいや。あ、でもこれあとトガちゃんとデクが出れば2個ずつ揃う感じなんですけど、トガちゃん出ないんですね、なかなか。まあ、こんな感じで、まあまあバランスよく来たんじゃないですかね。とりあえずコンプできたんで、このシリーズは終わりたいと思います。それでは今日はここまで。